パパ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 このお魚ちょっと楽器に見えませんか？もう嬉しくてちょっとこうパラダイスハウスノーボーダーを吹いてる気分になっちゃいました。実はこのお魚英名ではあの楽器のトランペット、スカパダさんのナーギョ様が吹いてるあのトランペットの形に確かに似てますね。トランペットフィッシュって言います。背中にはトゲトゲがついています。トランペットのこの、このピストンの感じに見えますね。そしてトランペットのマウスピースのような形のこの尾びれ、日本ではヘラヤガラ、ヘラの形にも似た形ということですね。不思議な顔ですね。小さなお耳に突き出たお口、おひげがついてます。わー、かわいい。なんだか相談したくなっちゃいますね。ねえねえヘラヤガラおじいさん、今日こんなことあったんだけど大丈夫じゃ、わしの言うことを聞けみたいな感じですね。かわいいですね。顔を見ていただくと何だかあのお魚に似てるとお思いになりませんか？この顔にピンときたら、こうまっすぐじゃなくてこっからこうなってですね、こっからクイッとこうなってタツノオトシゴだ。そうなんです、ヘラヤガラちゃんとタツノオトシゴちゃんは近い仲間なんですね。共にトゲウオモクという仲間に属します。はい、ですのでまっすぐの伸ばせばヤガラちゃん、頭をクイッとこうですね、こうして尻尾クルッとするとタツノオトシゴちゃんみたいな姿になっちゃうんですね。こうしてみるといろんななんだか触れ合い方ができちゃうよ。楽しいな相談もしたくなっちゃうですね。今日ちょっとね辛いことが大丈夫じゃってねいいですね。なんとなくおじいちゃんっぽく見えちゃったりですね、ヒゲがあるからでしょうかね。はい、実際大きくなると1メートルほどに成長しますので、これぐらいの大きさになるんですね。自然界ではどんな暮らししているかと言いますと、実は結構賢いんです。どういう賢さかというと、これは小魚をスパッと吸い込んじゃいます。スポイトみたいな大きさでスパッと吸い込んじゃうんです。それだけではございません。どんな賢さがあるのかな。それはね、仲間を連れてきましょう。仲間？そうです、ハコフグちゃんじゃないか。なんとヘラヤガラちゃんは海の中では、小魚をあまり食べない、お魚などにヘラヤガラちゃんをこうやって寄り添います。するとこうやってですね、ヘラヤガラちゃんがこうやってこうおんぶされる感じでこうやって一緒に泳ぐんですね。小魚は安心してます。安心した小魚を見つけるとヘラヤガラちゃんシュッとって吸い込んじゃうんです。なんとする賢い。でもそれも技なんだね。そうだそうだ。でね、そうなんですね。ヘラヤガラちゃんにはそういった、大きなお魚に寄り添う小魚を食べる方法があったりですね、あとはトゲの非常に危険なガンガゼというウニちゃんのトゲの隙間に、特に小さいヘラヤガラちゃんの子供たちは逆さになってこうやって、隠れるように、身を守るということも知られています。この長い体を使って、巧みに生きる、そういった技も持ってるんですね。それでは本日のお魚ヘラヤガラちゃんでございました。ありがとう。チャンネルのご登録もどうぞよろしくお願いいたします。ギャギャギャいないいないばいないいないば